ハロー、どうも、マジ大道芸人ハマーです。さて今日ね、2022年10月6日なんとここ、京都タワーホテルとね、響けユーフォニアムのコラボルームでございます。今日アッキーさんともう一方とね、おっさん3人で泊まるわけですけども、あ、ちょっとだけ栄華さんです。いえ、はい、あ、栄華さんですね。これ板場バージョンアップだと。もうちょっと行きましょう。もうちょっと上に、へい、はい、板場が、全部後藤拓也です。はい、はい、栄華さんもね、栄華さんも通りすがりの栄華さんです。はい、で今日アッキーさんと、まあ、あのもう一人の方と泊まるんですけど、アッキーさんは何度ですね、響けユーフォニアム1期全13話、2期全13話、そして、北宇治高校吹奏楽部へようこそ、これ劇場版ですね、と届けたいメロディーと、それからリズと青い鳥と、誓いのフィナーレ、なんと、あと駆け出すものがですね、1期、オーブンへの、なんとこれの全ての文字起こしと、どこに何の劇版が入るかをまとめた方です。えぐいですね。はじめまして、アッキーです。あの前に実は1回出ていただいたんですね。2回目ですね。酒井雅子に肩、ね、ついて語っていただきました。雅子ちゃん大ファンです。そうですよね。はい、じゃあちょっとアッキーさんにその文字起こしをどういうふうにね、ちょっとあのやらはったのかをちょっと語っていただこうかなと思います。どういうふうにやったんですか。というか、あの文字起こししたのは今回2回目なんですよ。あ、2回目ですか。はい、1回目は約30年ぐらい前の話なんですけども。30年前。30年前、はい、大学4年生の4月に見た映画、はいはい、転校生っていう映画があるんですよ。あ、転校生、あの小林さとみさん出てるんですよ。そうそうそう、おお、あの階段から転がっている、そうそうそう、男女が、はいはい、あ、見たことあります。近江利典と、はい、大林信彦監督の映画ですね。はい、それを見て、それがね、すごく気に入ったんですよ。はい、で、今日本で一番、すいません、自分の一番好きな日本映画が転校生。はい、あ、うん、そうなんですね。で、映画館ではそれほど見なかったんですけれども、はい、テレビ放送されて、はい、でちょうどビデオデッキ買った頃だったので、はい、録画して何回も見て、はいはい、でこれはこういつでも読み返したいなと思って、はい、セリフ起こししたんです。うん、すごいですね。その発想に至らないです。すごいです。で今回が2回目、はい、うん、まあそれだけ好きだってことなんですけども、素晴らしいです。セルフ起こししたのが一つは、はい、好きだからということと、もう一つは当時、ブログとかやってまして、あ、そうなんですか。そこにあの記録として残したいという気持ちがあってやったんですね。はい、でやったのは、パソコンの記録を見ると2015年の10月、11月ぐらい、7年ぐらい前、7年ぐらいですね。はい、一期放送の約数ヶ月後ですね。はいはい、でやったのはあの家とかでやったんではなくて、はい、家ではずっと UFO 流してたので、あ、うん、ヘビーローテーションで、そうそうそう、で音声をずっと聞いたわけですね。うん、で、朝早く会社に行って、はい、で仕事始まるまで1時間ぐらい会社のパソコンでやってた、はい、すごっ、ヘッドホンで聞きながら書いてると、と昼休みで30分ぐらい、手当ての つかない早手ですね。で何回も何回も聞き直し聞きながら、はい、でも聞き取れないところがあるんですよね。ああ、うん、確かにそれがねすごく困りました。はい、まあ、字幕がないと分かんないですもんね。うん、はい、特に複数の人が同時に喋ってる場面だと何言ってるか全然分かんないことがあるんですよ。うんうん、確かに。それから一人で喋ってるところでも、はい、そう先入観があったりすると聞き取れないとか、はい、うん、まあ、何言ってるか全然分かんないことあるので、そういう時はもうネットで質問して、おお、めちゃめちゃ手間かかってますね。そうですね。そうすると、まあ、ネットはね、そのビデオを持ってる人がいるので、はい、それを見てここではこういうセリフだって教えてくれるんですよ。あ、だその、うん、あの回答者があの字幕を見て、そうそうそう、あ、なるほど、うん、自分自身はあのそんなお金なくて円盤買えなかったので、うん、あ、そうでしたか。そうそうそう、子供 あの学費にすごいお金かかるんで、ね、ああ、リアルですね。どんどん私が円盤を持ってきます。ああ、どうも、独身です。独身です。イエス、はい、栄華さん巻き込んでしまいました。イエス。で、なんとか、1話を、ね、1週間分かんなかったかな、はい、うん、3日ぐらいで、書
き上げてたと思います。で全部で13話ですから、はい、1ヶ月か 2ヶ月ぐらいかかってですね情熱がすごいですね、はい、愛ですよね。いや愛ですよ、ほんまに本当の愛だ。絶対できないです。めっちゃできない。でブログに UFO コーナーを作って、うん、でその第1話で写真載せてでセリフ載せてっていう形でやってたんですね。そのブログまだ残ってるんですか？なんかないんですよ。残念残念、見たかった、ね、残念です、はい、どこだっけ、どこだっけ、ちょっと忘れた。お、なんかのセリフですか？いやいや、そのブログのやってた会社、インフォシックとかですか？いや、有名な会社、有名な会社、ビッグローブ、孫正義の会社、ソフトバンクのヤフーブログ、ヤフーブログ、ヤフーブログでやってたんだけども、ヤフーブログそのものは正直別に、そうや、なんかジオシティーズなくなりましたもんね。そうですね、あ、なるほど、懐かしい、めっちゃ残念。アメブロやったら残ってたわけですね。それで、まあ、亡くなってしまったわけなんですけども、はい、で最近またね、書き起こしたきっかけは、はい、なんだっけな、そう、ブルーブレイのボックスを見たら、セリフがあることが気がついたんです。うん、あ、字幕オンオフの、まあ、そうそうそう、はいはいはい、最近、去年ね、はい、去年一昨年だったかな、ボックス買って、はい、もう放送開けないでそのまま飾ってただけだったんですけども、まあなんとなく開けてみて、で見てみたら、でも字幕ないなと思ってたんですよ。はい、でも何気にそのリモコンのね、字幕っていうボタンを押してみたら、字幕が出たんで、あるじゃない。ほんだったら昔作ったその書き起こしたセリフをね、はい、今一度見直してみようと、うん、それで見直して、で今 そのオープンチャットにアップしたんですよ、はいはい、そしたらみんな、まあ、評判よくって、いやそれはそうですよ、うん、で劇場版のもやってとか、はい、明けたつもなんかもやってとか、はい、いつもやってとか言われて、そんなのできないよって言ってたんだけども、うん、全部やりはりましたもんね、結局やった、はい、全部やりはりましたすごいですよ。でそれでもね、2期はね、長いからダメって言ったんだけど、言ってましたね、うん、それがハマーさんがね、はい、ある質問したわけですよ、はい、疑問を出したわけですよ。ああ、うん、はいはいはい、覚えてます、うん、はい、2期10話ですね。そうそうそう、はい、名シーンですね。飛鳥先輩が久美子ね、いろいろ説得をする、説得じゃない、はい、まあ気持ちをぶつけるところでね、ところで、のぞみ、普段後輩のことを飛鳥先輩ちゃんづけするんです、うんうんうん、それを一回だけのぞみって呼び捨てにしてると。そうです、うん、確かに自分が疑問を出したんです、うん、飛鳥先輩ここだけのぞみこと呼び捨てしてるやんと、うん、その直後はちゃんづけてるんですよね。へえ、はい、それをね、じゃあ他で呼び捨てはないのかとか検証するためには、うんうんうん、セリフを見直さなくちゃいけないんですよね、うんうん、ということで、よしやったろうと思って、ね、2期のも全部セリフを起こしたと、きっかけは私です素晴らしい。そうするとその文字検索できるじゃないですか、はい、で、そうですね、うん、例えばアスカ、田中アスカで検索したら、その田中アスカの検索したところばっかりのがバーって表示されて、はい、でそこでアスカ何言ってるかっていうのが分かるんで、はい、うん、でまずのぞみっていうのを呼び捨てしたのはあるかなって調べたら、やっぱりその1回だけですよね、うん、はい、いやすごいですよ、それ調べていないんだよね自分の疑問のために。ところがね、後輩でも呼び捨てるに呼び捨てる人がちょっと少しあって、夏希は呼び捨てですよね、うん、夏希はね、うん、基本呼び捨てなんです、ね、そうです、基本呼び捨てですね、うん、あとは久美子大前とか、あ、久美子サファイが川島とか、そういう呼び捨てがありました。はい、うんうん、そういうわけで、2期まで含めて全部文字起こしました。映画までやっていただきました、ということです。ありがとうございます。いや、ほんまめちゃくちゃ時間かかると思うんですよ、うん、自分もそのなんかアニメ見て感想とか書くのに、あ、ここのセリフだけは書いとこうとか書くんですけども、そのたびに一時停止して書いてくるんで、だいたい30分のアニメでも1時間とかじゃなくてかかりますんで、相当な労力がかかってると思います。はい、まあ、アッキーさんは自分の中では師匠と思ってますんで、はい、神様だよ、神様、神様、ね、もう UFO の神様ですね
で元 UFO 吹きですもんね。そうです。え、それもすごい。そうなんですよ。UFO 吹いてました。そうなんです。素晴らしい。はい。なので、あの皆さんももしね UFO 好きの方がいたら、ぜひあの我々とそしてアッキーさんと、絡んでください。はい。今日はインタビュー、受けていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。あのゆうかさんもありがとうございます。いるよ。はい、よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどなどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。それではバイバーイ。